味しいものは人を優しくします。心まで満腹にしてくれるおふくろの手料理にも似た幸福の味、そんな福味の物語、始まり始まり。書いてあるのが人気なんですけど、特に麻婆がおすすめなんですよね。いや、それ結構あれじゃない？レアなやつ。やっぱもんじゃの麻婆だから、麻婆焼きじゃないから、だからあんまり麻婆が買ってもダメだし、あの量とかもそうだし、このエジアを入れちゃうともうおんじゃじゃなくなっちゃうねとか、そんなんでいろいろ考えましたよ。 うまい辛さですね。基本はもんじゃ大好きなんで、昔からもんじゃやりたいなと思ってたんで。メニューはだいたい今もんじゃだけでだいたい50種類ぐらいですね。自分が食べるなら美味しいの食べたいし、カレーはやってないような味にも挑戦するっていうか。麻婆はその時にはきっとどこもやってなかったし、拭くんじゃなくて押すんですよ。これちょっと綺麗に取れるんで、鉄板何にも残んないように召し上がるのが、私たちは地元なんで。本当だ。まあ私もんじゃ大好きだし、自分でお店開けるようになったんで、まあ、これに満足することなく、もんじゃ無限大なんで、いろんなメニューにもチャレンジしようと思ってます。純粋にこう美味しいっていうのもあるんですけど、なんか雰囲気が家みたいな、行きたいな。美味しかったですよとか、また来ますとかって言っていただける言葉が一番嬉しいですね。